乙女解剖で遊ぼうよ。ドキドキしたいじゃんか、誰だって恥をしたい。大会がいいんだとして、あの夜から聞かな、特に言いたいこともないんだけど、もうあれやこれや浮かぶ、いいな、君がいなくちゃどれでもないや。仮面同士でイチャついてら、全然恋と表記せず、気持ち大体苦痛はピッケさん、そう何もかもに迷子代わり、涙流して SOS、 ハンデ開きでニャンニャンする、病事も全部逃げたいな。やっぱパパ乙女解剖で遊ぶよ。本当の名前でほら呼び合って、行きたくない、そう言えばいいんだって、わかりまえかな。乙女解剖で遊ぶよ。ドキドキしたいじゃんか、誰だって恥をしたい。ごめんね、起こしちゃったよね、今大丈夫？ああ、君が別の人のことを好きになるって夢を見たんだ、否定してほしいね。